退屈だな。退屈だね。だな。もうこの会社まずいって。僕もそう思う。やばいだろ、リアルによ。よし、今日ちゃんと会議しよう。うん、やろう。どうしよう。どうしようか。どうする？なんかいい案ないの？いい案、まずよ、だ、何するよ。そっからか。そっからだよね。それ決めないとよ、マジだろ。え、どっからこうお金が入ってくんだっけ？なんか売るんだろ。何を売るのよ？だ、なんかだよ。それ考えてよ、もんちゃん。え？だ、何売るよ。何売るのよ。物？どうしたん？どうしたん？え？どうしたん？今寝てただろ。寝てないよ。今完全に寝てただろ。寝てないよ。寝てたって。寝てないよ。はい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 。どうした、今本当に寝たの？じゃ、考え事してたんだよ今。トシちゃん、今会議中だからさ、トシちゃんだけ寝るのやめようよ。寝てないよ。で、寝てただろ。寝てないよ。寝てたって。寝てない。完全…分かった。トシちゃん信じよう。ありがとう。よし、ちゃんと会議しよう。よし、やろうやろう。やろう。具体的にどうするかだよ。物を売るって言ってもさ、何を売るのよ。料理とかどうだよ、料理。弁当とか。ああ、そうそう、そういうの。だったらこのワンフロア借りなきゃよかったじゃん。で、ここでいるか。じゃあ弁当屋。うん。料理できんの？いや、わかんねえ。わかんねえって、まあ、やってみなきゃわかんねえか。どうしたん？トシちゃん。え？トシちゃん、また寝てただろ。寝てないよ。今寝てたよ。だ、寝てないって。完全に聞いてなかったでしょ今。はいはいはい、はい、トシちゃん、本当に寝たの？ちょ、今考え事してたんだよ。トシちゃん、だ、寝てただろ。だ、寝てないよ。寝てたって。寝てないって。完全に寝てたもん。わかった、トシちゃん信じよう。ありがとう。よし、ちゃんと会議しよう。行こう、やろう。やろうやろう。やろう。本当にやろう。もう本当この会社まずいから。うん。僕もそう思うし。どうすんの、どうすんの。弁当じゃなかったら何売るよ。いろいろ必要でしょ。なんか市場調査とか関係あるでしょ。なんか。なんか流行ってるものとかねえのかよ。今何流行ってんの。今、今？どう。トシちゃん、トシちゃん。え？トシちゃん、絶対寝てたな今。寝てないよ。寝てたよ。寝てないよ。はいはいはい、ちょっと待って。トシちゃん、本当に寝てたの？いや、考え事をしてたんだよ今。トシちゃん、本当寝るのだけやめよ。寝てないよ。寝てたって。寝てないよ。寝てたよ、としちゃん。寝てないよ。寝てたよ。寝てない。寝てたじゃねえ、目つむってたろ。違うんだ。寝てたよ。わかった。としちゃん信じよう。ありがとう。よし、会議しよう。会議しよう。やろう。なんか考えよう。うん。じゃあ、まあ、とにかく今日何を売るかだけは決めようよ。うん。そこまでは今日絶対考えよう。うん。だ、そういう物を売るか、そういうサービスを売るか、なんかそういうのだろ。なるほど。物かサービスね。そう。うん、結構いいとこまで来てる。だよね。うん、なんだろうな。
星さん信じよう。ああ。